はい、1年半ぐらい前に FM 読みたんでお世話になりました石井光輝です。今久しぶりに来て懐かしい映像とかを見させてもらって皆さんに会って楽しんでます4月から社会人になるんですけど、ここで沖縄と FM 読みたんで学んだことを生かしながらこれからも頑張っていきたいと思います。また遊びに来させてください。バイバイ。さあ続いて私が来ている場所なんですけど、絶景というより私のおすすめスポットになりますね。こちら読谷村の宇佐にございます。宇佐海岸なんですよ。素晴らしい宇佐海岸でございます。なんと無料で、ビーチを楽しめるということで、見てください見てくださいって言っても見えるわけではないんですけども、本当にね、ずっと広がる青い海、が広がる宇佐海岸でございます。この太陽に照りつけられているこの青々とした海、そして白い砂浜、この海岸からはですね、右手の方には残波、灯台も見えますし、その、ちょっと右手前の方にはリゾートホテルさんが建てられて、こちらに宿泊されているお客様はこの、ビーチを活用して、沖縄の海を、楽しんでいるのかなというふうに思いますけども、私がおすすめするポイント、宇佐海岸に来ております。宇佐海岸、場所はといいますと残波岬向けに行きますと、その手前にある海岸でございます。非常に、分かりやすい場所にありますので、ぜひ足を運ばれてください。そしてなんといっても、人工ビーチではなく自然がですね、非常に、平日、今、平日なんですけども、夏休み利用されて、家族連れが訪れているので、ね、素晴らしいですね。私も取材を途中でやめてこの海に潜ってみたいなというふうに思うんですけども、ね、ぜひ皆さんも宇佐海岸足を運んでくださいね。非常に分かりやすいポイントにありますので、こちらで、バーベキューなんかしてる、ね、仲間もいますけども、沖縄ならではの雰囲気も楽しめる海岸、宇佐海岸でございます。そして、観光にもちろんの方もいるんですけども、あ、こちらの方でございますかね。ちょっとこの方にインタビューをしてみたいと思います。すいません、すいません、ちょっとよろしいですか。いや、ちょっとすいません。あ、すいません、ちょっとでいいので。これ何ですか。すいません、地元の FM 読みたんというラジオでございます。 FM 読みたん。はい、 FM 読みたん。そうです、なるほど。はい、ラジオ局なんですけども、はい、地元の良さを伝えるためのちょっとコーナーで今取材してるんです。僕出演するの。あ、そうです、そうです。今もうすでに撮ってるんです。あ、ほんまにちょっとギャランティータコつくけど大丈夫。あ、すいません、ギャラというのはちょっと発生しないです。あ、ほんまに、はい、冗談よ、大丈夫。さすがです。なんか喋りからすると関西の、はい、そうですね、大阪です。大阪。はい。あ、大阪はどちらですか。大阪の大阪狭山市いうところから。あ、よくちょっと行ってる意味がわからないですけども。頼むね。でお名前聞いてもいいですか。名乗るほどのもんでもないけど、まあ人は俺のことはパンダ2号と呼ぶな。パンダ2号さん、まあ、この感じ。あ、はい、名前についてはじゃあ深く、まあ、お聞きしないということで、じゃあパンダ2号さんからね、いろいろお話したい、聞いていきたいんです。お一人ですか。そうやな。今日は一人で来ました。今日は一人ということで、はい、大阪から沖縄に観光でいらっしゃる。そうですね、観光で来てまして、うん、友達はそのロイヤルホテルで泊まってるんですけど。あ、すぐこちらにあるザ・パロイヤルホテルにしよう。はい、あ、じゃあ別行動一人でパンダ2号さんは、ね、ちょっとまだ寝てまして、友達の方が昨日晩遅くまで。あ、すいません、今ですね、もう昼、4時前。そうなんです。それでもええ加減にせえよいうことで、もう一人で散歩来まして。あ、なるほど。はい、そうなんですね。そうなんです。なんか途方に暮れてるように見受けられるので、そうですか。声がけするのも、ね、引いたんです。そうですか。はい、もう一人でブルーな気分で、まあ、この海の青さだけにね。ああ、あんまりうまくはないんですよ。どうです、大阪の。いや、でもほんまに、ね、人間からしてこの青い海。いや、ほんまにね、この青い海は大阪では見れないんでね、うん、綺麗やな思って、この青い空と青い海。そう、はい、なんですけど、びっ
人も少ないですしね。そうそうそう、この穴場やなもんね。あっちはちょっと多いかないう雰囲気なんですけど。すいません、あっちってどちらですか。あ、すいません。あのホテル側の、はい、あのビーチですか。あ、ビーチ、はい、サンバビーチは多いかないう雰囲気なんですけど、まあ、その隣にあって、はい、そのビーチでもマリンスポーツが楽しめる場所もあります。こっち側ほんま穴場、こっち側ってあれ今紹介したね、海岸側ですね。ほんまにあの人も少なくて、はい、穴場やないう感じがしますね。でパンダ2号さんはじゃあ途方に暮れてたわけではないんですね。はい、そうですよ。なるほど、そこはねしっかりはっきりしといてもらって。わかりました、はい、じゃあまたあの沖縄楽しんで大阪帰って、はい、沖縄の良さを皆さんに PR して、そうですね、くださいね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、というわけで、パンダ2号さんとだからインタビューを、頂戴しました。いや、いいですね。友達は、夕方4時なのにまだ寝てるという一人で、宇佐海岸を、歩いているところを私が取材いたしました。このおすすめするポイント5つ星で、評価すると私なりの評価なんと5つ星でございます。おめでとう。以上です。さあ、私が今来ております場所、読谷村戸口の戸口ビーチでございます。ビーチということでね、海が広がるビーチでございますよ。この場所、駐車場の、向かいの方には戸口公園、そして、駐車場から入ってすぐ右手の方には戸口ビーチが広がっており、奥の方には展望台もある、本当に、一度に3つ美味しい場所ということで、今、ご紹介するのはその戸口ビーチのご紹介なんですけども、この場所、バーベキューもできる場所ということでね、今日も、まあ、平日にかかわらず多くの家族連れが来ておりますけども、真ん中の方には戸口カフェ、はなりごわというね、カフェもございます。こちらでね、冷たいかき氷なんかをねいただきながら、夕日が沈むものを見ながらね、美味しく、過ごしていただくことも可能でございます。そんな戸口ビーチのご紹介ということでね、もちろんこちらも西海岸が、ご覧になられると思いますけども、真ん中の方には自然が織りなす、岩、海の岩でしょうかね、浮かんでおりますけども、本当に神秘的だなというふうに、見た感じになります。その、戸口ビーチ今、夕方5時前でございますけども、その夕日がね、まあ、夕日になりつつあるこの太陽が、海面に映っていて、その海面がキラキラと、輝いて見えております。まるで万華鏡かのような感じで綺麗に輝いているものも見えますし、そしてあのビーチということで砂浜もございます。その砂浜で、ご家族連れがね、何でしょう、子どもたちが今アーマンゴアを取ってるのかな。アーマンゴアというのはヤドカニですね。ウチナー方言でアーマンゴアというんですけども、ヤドカニを取ってるんでしょうか。本当に和気あいあいしてる風景も、見受けられます。そしてバーベキューをしてる、方もいっぱいいますね。平日なのにお休みなんでしょうか。羨ましいですね。私も肉食べたい、わけでございますけども、そんな話はいいんですけども、この場所、本当にアクセス、簡単にできますよ。読谷村、大湾交差点をですね、戸口方面にずっとまっすぐ行ってもらうと、そのまま戸口、公園にたどり着けるわけなんですけどもね、目印は大湾交差点ということで、はい、ぜひ、観光で沖縄に、そして読谷にいらした方はこちらでね、楽しく過ごされてみてはどうでしょうか。でね、こんなに人がいっぱいいるのでちょっと声掛けをしていきたいと、あ、
あ、いましたいました。あ、すいませんすいません、ちょっとお声がてということで、お声がてじゃない、声をちょっと取材というかマイクにの、あ、で、なん、あ、あれ前のあれ FM 読みたんいうやつちゃうの、宇佐海岸で途方に暮れてた、え、名前何でした、パンダ2号や、あ、パンダ2号さん、え、何やってるんですか今、今日はニライカナイに旅行に行ってて、はいはい、ニライカナイの方に旅行に行ってて、あー、ちょっと行ってる意味がわからないですけども、ニライカナイに旅行に行ってたということでね、今日も一人なんやけど、はいはい、今日も一人なんやけど、え、今日も一人、もう友達も寝てて、まだまだな、日光アリビラで、あ、え、日光アリビラでまだ寝てるから、ザンパロイヤルさんではなく、アリビラで、アリビラで、あ、そうなの、え、今夕方5時ですよ、まだ寝て、もう昨日も夜遅くまで飲んでもってたから、あ、そうなんだ、ちなみに滞在期間ってどれぐらいなんですか、滞在期間沖縄2週間ぐらいちゃうかな、2週間、はい、あ、そうなんだ、はい、ちょうど、1週間前ぐらいでした、取材した、そうでしたよね、そうでした、そうやったそうやった、わかりました、じゃあパンダ2号さんどうですか、戸口ビーチ、またね、この前おったビーチ、はい、宇佐のビーチ、宇佐海岸、はい、宇佐海岸はこう砂浜がガーッと広がってる、うん、そうそうそう、印象やったんですけど、うん、ここはあれですね、こう森と公園との、うん、このなんてこう融合で、ビーチもあって、あって一度に3つ美味しい場所、まさに、うん、ほんまその通りだと思います、どうですか大阪の人間からして、いや、もうこんなとこ見れないですよ、で、この、うん、あの展望台行ったんですけどね、あ、行きました、さっき行ったんですよ、うんうん、はいはい、行きました、今から行きます、あ、そうなんですね、うん、行ったんですけど、もうそこデートスポットですね、完全に、え、ちなみにパンダ2号さんはご結婚は、それはされてないし、されてない、じゃあプロポーズはぜひ沖縄に来て、せやな、戸口の、ね、それはな、はい、もう心に誓ったよ、なるほど、あの景色を見ながら、なるほど、うん、その前にじゃあ相手を探さないといけないということ、それはまあそれはおいおい考えよう、わかりました、うん、ありがとうございました、うん、じゃあ、もう今日はまたこれから予定は、アリビラやな、あれ、え、アリビラ、アリビラ、アリビラにアリビラに行く、アリビラに戻って、なるほど、はい、おい起きろよ言って今から、普通出る前に起こさないですかもう起きへんかった、あ、そうなんだ、あ、わかりました、じゃあアリビラに戻って友達を起こす、せやな、で、今日を終えるという、そうです、あ、わかりました、そうですよ、じゃあまた、はい、どちらかでお会いするかもしれないんですけども、そうですね、その時はまたお願いします、はい、2度あることは3度ある言うから、あ、なるほどと、はい、はい、はい、言ってる意味がわからないんですけども、そういうわけでパンダ2号さん、宇佐海岸でね、偶然にもお会いしたパンダ2号さん、戸口公園でも途方に暮れて歩いてたところを、インタビューしてまいりました、というわけで戸口ビーチのご紹介でした、ありがとうございます、いえ、ありがとうございます。